こんばんは。すごい、プレゼント、プレゼントありがとう。ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ言うともありがとう。ちょっとさ、タワーのギフトいただいてて、お礼をねしようと思って書いてたんですけど、お姉ちゃんの誕生日の日にもらったやつ、お姉ちゃんと一緒に書こうって言って書いてたんですけど、二人とも爆睡してまだ書けてなかった。すみません、ちょっと書けたら見せます。二人で書こうねって言いながら、お姉ちゃんもまだ寝てたよ。お姉ちゃん大爆睡。お疲れ様、お疲れ様です。皆さん、ちょっと明日はね話し会、年内最後かな、年内最後の話し会だと思うんですけど、全体ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ママありがとう。目がまだ寝てるなんて、やばい。おはよう。起きてるよ。おはよう。やばいよ。ご飯を食べたの覚えてるんですけどね。ご飯を食べていこうがもう。ダメだったこりゃ。なんか夢見た、けどなんか覚えてないや、あんまり。めっちゃむくんでる。明日は、待って。10時からかな？うん？お話し会。夜までありますので、よろしくお願いします。オンラインお話し会。メリークリスマスありがとう。全然ありがとう。席はまあどうですかね。めちゃくちゃ微妙で、なんかなんかめちゃくちゃ今すごいいろいろとなんかクリスマスの公演ももしかしたら出れない曲があるかもしれないっていう、そう、まだわかんないんですけど、全然わかんない段階なんですけど、公演自体は絶対に出る方向で行きたいって感じなんですけど、私がいつまでに治るっていうのが全然わかんないから、だからなんかそのもしかしたらあるかもしれないよっていう感じになってて、そうなんですよ。申し訳ない。
行かない？ごめんね、申し訳ない。まだ決まってる段階じゃないんですけど、はい、あの出る方向ではいますし、あのそんなめちゃくちゃ休むってわけじゃないんですけど、さすがにちょっとこの曲は迷惑かけちゃうよっていうところはいろいろと別で考えてしまうかもしれないです。まだ分かんなくて、そう、相談段階って感じですね。すごいね、嫌なんですけどね、そんなことしたくない。ありがとうございます。ありがとう、ゆきよ。申し訳ないね。いやでもね、今は落ち着いてますね。大丈夫。めちゃ薬飲んでるから。ただ薬の副作用がすごい。くって。もう永遠してます。永遠。大丈夫。本当ありがとう。アニメイトのコラボグッズ、そうですよ、アニメイトさんとコラボさせていただくことになったんですけども、あの抱き枕とかあります。抱き枕あるんですよ。すごくないですか。ちょっとしかもあの時のあの時のね、撮影はなんかみんななんかあのパジャマみたいな感じで撮影したんですけど、なんかちょっといつもと違う感じのなんかなんですか、部屋着スタイル、ヘアもそういう感じなんですよ。そう、みんななんか違う、ちょっといつもと。等身大？え、等身大？カニバサミして寝るわ。あの足、カニバサミって何？からあのあれ、膝でパンってやって寝るやつ。等身大あったら結構でかい。等身大じゃない。なんか下ネタになる欲求が出てきた。やだーやだーよー。言わん、あの分かんないことは言わないようにしないとな。ショールームでな、すぐにな、あマイケル下ネタ言ったみたいな言われたら嫌なんです。自分そんなつもりないのにみたいな。知らんよー、恥ずかしい、こっちが恥ずかしいよ、やめてよ本当に。無理無理無理。
海賊さんにあげるの？え、お父さんに？え、お父さんは買ってくれるかな？どうだろう。前髪がいつもと全然違う。そうなの。でもね、私ね、あの日もう前髪が薄い、こうなんか前髪をこうなシースルーにしないといけなくって、だからそれをすごい拒んだんですよ。やだ、私は前髪が甘い方がいいって言ったら、もうみんなやってるよ、みんな前髪シースルーにしてるからって言って、もう絶対にシースルーだからって言ってシースルーになったんですけど、私は前髪が甘いってなって、そう、でもシースルーです。なんで珍しいですね、私あのあんまシースルーなことないと思うんで。みんなやってるぞ、みんなやってるよ。だってもうメイクさんがあのもうすごい説得してきて、あのサラピでさえ前髪がなんとシースルーですみたいな感じで、私も最後の方だったんですよ撮影が。でもう一番ラストらへんの撮影で、なんと皆さん前髪がシースルー、あのサラピでさえもシースルーですみたいな感じで、もうメイクさんシースルー、ずっとシースルーシースルーって言ってて、なるほど、あのサラピでさえも指数に納得したか。そうで、もうシースルーだったんですよ、もう絶対にシースルーって感じだったんですよ。だからシースルーで挑もうって言って、もうパッてやって行ったら現場に、そしたらおきちゃんが撮影してて、おきちゃん一人だけ前髪が重たくって、あんたって、前髪が重たいじゃないのって言って、私だけ前髪が重たいよねって撮って、なんか分からんけど、おきちゃん、おきちゃんだけ前髪が一人重たかったんですよ。え、そうだよ、そこでちょっとね、あの不穏な空気が流れたんです一回。美女祭、え、てかみんな可愛かったよ、もう。超可愛かった。キャット、ありがとうございます。前髪は普段は重たいですけど、あの時は、まあ、シースルーで。かわいい、ありがとう。オフショット載せたい、オフショット載せよう。オフショットもシースルーですよ、そりゃ。重め前髪、重め前髪からのシースルー、ギャップを楽しんでください。よろしくお願いします。マイキュー今布団何枚で寝てる？なんとね、マイキュー今布団ね
敷布団が2枚の掛け布団が1枚まさかの敷布団に2枚も使っちゃってます。ありがとうございます。寒くない？それがめっちゃ寒いんですよ。その掛け布団をさらに敷布団にしたんですね。で そう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 、心配して寝ます。いよこありがとうございます。でも私の部屋の温度29度あるの。あの暖房設定29度、28度、20、あ今何度だろう。暖房ついてる？ついてるよ。ありがとう。とこ夏？いいね。とこ夏、とこ夏。暑くない？いや、あったかい。ハートゆきありがとうございます。ありがとう。お疲れ様。にゃーん。いやーもうなんてこと。なんかさあ夜寝してしまったらさワープした感があってやばいんだよね。なんか時間をちょっと無駄にした感があってすごい。ありがとう。うにゃうにゃ言っちゃう。寝れんくならんか。いやそれがマジで寝れるんよね。ごめんね。ありがとう。ありがとう。ちょっと男女呼ぶわ。あ、タコもハクマもコバもいつもありがとうございます。パオさん、スルメッコさん、福太郎さん、きなぺこさん、シーサーさん、タメデスさん、ネズキチさん、東京のスワンさん、クマネパパさん、ピロミンさん、カメキチさん、ミヤビさん、リョンキューさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんまた明日会いましょう。明日です。みんなまたね。おやすみなさいませ。トゥントゥトゥトゥン、ウートゥントゥトゥトゥン、アートゥントゥ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 。おやすみ。ああ、おやすみ。エンディング、アボカドじゃねえし。アボカドだ、アボカドじゃねし。